はい、それでは13時半お時間になりましたので、えー、セミナーをスタートさせていただきます。で、事務連絡のとおり、6まあ、今ちょうど録画始めたんですけれども、録画して後日公開いたします。えー、見逃し配信希望者の方に追ってメールで共有いたします。YouTube の公開にあげて、それを後ほどご案内するということですかね。で、今、皆さんにご参加いただいているように、えー、カメラオフ、ミュートでご参加いただけたらと思います。了解、おしても、OK でし でコメントやご質問はチャットにお願いしますというところで、えー、とですみません。こちら、チャットの方ですかね。こちらにお願いいたします。はい。で、今、あと何人かの方、お越しいただいておりますけれども、適宜始めていきたいと思います。はい、それではですね、ATD24 参加報告、研修の測定と評価に関してを始めていきたいと思います。 まあそう言ってもですね <laughs>、私が皆さんのお立場でしたら、おそらくこういくつかの疑問をお持ちのことではないかと思うんですよ。まあ、ATD、今回のテーマですけれど、どんな感じだったのかと。で今日、忙しい中、せっかく時間取ってね参加されて、期待外れにならないか。ATD の情報の中でも、自社、あるいは自分の組織で使えそうなことがありそうか。まあ、そんな疑問であったり、期待をお持ちではないかと思います。これらの疑問や期待に答えられるように、1時間14時30分まで進めていきたいと思います。 で本日、1時間のセミナーの内容、まあ、オープニングとクロージングがありまして、その間に3つ、主に語られていたこと、あまり語られていなかったこと、そして今後使えそうなこと、という3つに分けて、えー、お話をさせていただきます。で、オープニングということですね。えー、最初、自分連絡でもご紹介いたしましたが、後から参加してきた方々のためにですね、えー、録画して、こちらは今、えー、録画しております、後日公開いたしますので、まあ、カメラオフ、ミュートでご参加いただけたらと。 でコメントやご質問はチャットにお願いできたらと思います。はい。では、私自身の自己紹介を簡単にさせていただきます。まあ、もう知ってるような方も、何人かいらっしゃるかと思いますけれども、私の名前は関根正宏と申しまして、大きく3点、講師、地域、家族と分けて自己紹介をさせていただきます。まず、講師といたしましては、今回のテーマの研修の転移と評価を専門にしておりまして、 立、えー、教大学の中原先生たちとですね、この転移の本であったり、教評価の教科書といった書籍をダイヤモンド・社さんから出させていただきました。で、この研修の転移というのは、いわば現場実践ということになるんですけれども、研修を現場で実践してもらうためには、やっぱりこう周囲のメンバー、上司の方であったり、まあ、他のメンバーのサポートも必要になりますが、そ現場の OJT というところを中心に、えー、企業様でのお手伝いをしております。で、2つ目、地域ということで、 私はあのまあ今日はですねあの <laughs> 埼玉県引区時川が町というところに住んでおりますそこからこのあのズーム配信をしております。まあ、こういったまあ埼玉の秩父ら辺と山深いエリアなんですけれどもそちらの方ではですねあのー、地域の若い方々であったり起業したいという方々を支援するような非企業大学大学院といったものを仲間と共に運営して、まあ、今年で8年目になりますかね。でこちらもこういう自然環境豊かなところで子供たちを育てたいということでまあ、家族、 15年前に引っ越してまいりまして、で家族、あ実は今、ちょうど隣にですね、ね <laughs> うちの妻にいていただいておりまして、皆さんの参加の、ポチを押してもらってるんですね。はい、で、今日の ATD は、実は妻と2人で行ってきまして、まあ、子供たち4人、一番上が21、でも家出て、自立してますし、まあ、一番下の子はまあ9歳ということで、みんなまあ元気にしっかりやってくれてるので、じゃあ、僕らだけで行ってきますということで今年、年あのアメリカの方に行かせていただきました。 でそのアメリカでの ATD に関して、これから、えー、測定と評価という、まあ、絞られた領域ですけれども、えー、皆さんと情報共有をしていきたいと思います。ということでですね、ここから本論に入っていきますけれども、ATD は Association for Talent Development ということで、まああの、研修業界長くいる方です以前は ASTD と呼ばれていました、American Society for Training and Development ということで、 ちょうど10年前ですかね、2014年に、まあ、名前変えますよということで ATD に変わって、今年が10年目になります。私も ASTD の時に2007年、8年ぐらいにあの行ったことがありまして、ATD になってから初めての参加ですかね。で余談ですけど、この ASTD、あのー、そのさらに昔、1945年、戦後直後にできたものなんですけれども、当時はアメリカンソサエティ・オブ・トレーニング・ディレクター。 という名称だったんですね。それで ASTD だったんですよ。というのは、まあ、戦,戦中戦後を通じて、訓練、研修というし、まあ、仕事が生まれるようになったんですねで。トレーニングディレクターという方々が生まれてきて、じゃあそういう人たちの集まりを作っていこうというのが、もともとのアメリカン・ソサイエティ、まあ、ASTD だったんですよ。でそこから少しこう発展して、トレーニングディベロップメント。で今ですと、こういった ATD というふうにまあこう変わってきているということですかね。 もういアメリカにこだわらずにこうアソシエーションもで国際全世界みたいな感じで、今回もあの様々な国の方々がいらっしゃってました。ATD24 はニューオリンズで行われたんですけれども、こちらですね、行くとこういうリュックサックもらうんですよ。でリュックサックもらって名札つけて、この名札つけてないと次から入れないみたいな感じなんですけど、名札よくご覧いただくとですね、私、まさひろって言うんですけど、これ。 んですね、<laughs> まマシャヒーローでもいいのかなと思ったらそのまま使ってたんですけど、まあそんな感じですね ATD がスタートいたしました。で、そういえばこの会場あのニューオーリンズにあってですね、まあ、でかい会場なんですけど入っていくとすぐにあの音楽の担当のおじさんがいてですね 大体80年代、90年代ですかね、そういった音楽を朝から流してくれてて、なんかこうみんな元気になる感じで、じゃあこれからセッション頑張ろうかみたいな感じで、まあ、毎日そういうおじさんも見てくれて、こう楽しくセッションの方には参加してまいりました。はいでそのセッションなんですけれども、トータルでは665ありまして、でメインのえラーニングトラックと呼ばれるものは13あったと。 でその中でも、私が参加したのは、この一番下、メジャーメントエバリエーションということで、測定と評価。こちらに関しては、15本のみですので、ATT ジャパンさんの事前の説明会動画でいうとまあ6、6%ぐらいのものしかないんですね。他には、メインはリーダーシップとか、マネージメントというのが一番多かったりしてですね、あとタレントストラテジーマネージメントとか、まあ、そういうところが多いようです。まあ、私はこの少ない、えー、測定と評価に絞ってあの参加してまいりました。 まあ、ATD 全体のななんかこう潮流とか流れとかそういうことは分からないんです、す <laughs> 測定と評価に絞って今日はお話をさせていただきますで。その測定と評価、15本中10本参加してきたんですけれども、その内訳としては大きく3つ、ジャック・フィリップスさん関連のものが4本、えー、ジェームズ・ジム・カーク・パトリックさんのものが2本、それから他の方々ということで、4本ということで、えー、参加してまいりました。 でちなみに、このその他の部分、ぱって見るとですね、ケン・フィリップスさんってかかれるんですねあ。フィリップスさん、あ、それ、多分ジャック・フィリップスさんのお仲間だろうなと。まあ、なんかこうあ、もしかしたら年齢的に、ま、あのいとこであったりとか、なんかそんな感じなのかなと思って行ったんですね。そしたら、まあ、こんなあのおじさんだったんですけれども、あの彼、最初ですね、私は有名なジャック・フィリップスとは関係ありませんみたいな自虐ネタから始まりまして、でそこからスタートして、まあ、内容としてはこの、 レベル2、えー、レベル1、レベル2の学習を測定するクイズとかテストの作り方みたいなセッションだったんですね。まあ、それはそれでいいや、面白いやと思って参加したわけですよ。あ入れていただきますね。で、最初、こう、PDF でこういうのが配られて、でこのねあの、学習の理解度を測るテスト、間違ってる点があると、誤ってる点があるから、それを探してくださいっていう問いかけだったんですね。で、みんなでその PDF 見ながら、もう何が違うんだろうねって、こう見ていったわけですよ。 ちょっとやりながら、なんか、ざわざわしてきたんですね、ざわざわ。え、なんかこれでいいのみたいな、ざわざわしてきたんですけど、私も、あれこ、これでいいのかなみたいなところにあの、ざわざわし始めてですね、それ何かっていうと、皆さん分かりますかねちょっと字が小さいので、ね、見づらいかもしれないんですけども、ここなんですね。 ABCD のはずが ABCA になってます。あれこれがもしかして間違いなのかなとか、あと下の方を見ると ABCD だけこうイタリックで斜めになってるんですねえこれ。え、これ間違いなのって、なんか本質的じゃないんだけど、こういう間違いを突っ込めばいいのかなみたいな感じでザーザーしてるだけですよ。で、そろそろケン先生がですね、あ、ごめんごめん、それじゃないんだ、それじゃないんだってことが始まって、じゃあ、このスライド見てよと。で、what's wrong with this? って書いてるわけですね。このスライド間違ってるとこみたいな感じで出てくるわけですよ。で、<laughs> いやな,な,んなんかパッと見で見ると、なんか字がずれてるなとか、あとこの丸いところが、なんか違うところついてるなって思って、みんなまたざわざわしてですね、え、これそ、それが間違いですかとか言ったら、あ、ごめんごめん、それじゃないんだみたいなんで、なんかリハーサルもしなかったのかなみたいな感じでですねあの、ちょっと抜けたセッションだったんですけど、そんな気のいい、あの、ケン先生のセッションもあったりとかですね、まあそんな測定と評価に参加いたしまして、ジャック・フィリップスさん。 まあ、いわゆるレジェンド、伝説と呼ばれる方ですけれども、この方関連、まあ、後にご説明しますが、ROI インスティテュートというのを立ち上げていらっしゃって、それを、まあ、そこで学んだ人たちとか、そこの卒業生とかが結構発表されていました。で、また、えー、ジム・カーク・パトリックさんに関しては、お父さんのドナルド・カーク・パトリックさんが亡くなったは、彼が奥さんと一緒にやってますのカーク・パトリック・パートナーズということで、まあ、お二人のセッションがありました。 でその他は4本ということで、まあ、先ほどのケン・フィリップスさんみたいなこうとぼけたおじさんのもありました。じゃあ、この測定、私が参加したまあ10本だけですけれども、そこで主に語られていたことは何だったのかということで、主に語られていたこと、3つありました。アラインメント、ROI、ファン、イージー、インパクトフル。 ということで、じゃあちょっと見ていきたいと思います。うん、まず、アラインメント。まあ、いわゆるつながりとか連動とかそういうことですかね。いわゆる事業戦略と人事施策との連動については、多くのセッションで語られておりました。まあ、4つ取り上げると、アラインメントモデル、インパクトマップ、アラインメントの障害、ビジネスゴールとパフォーマンスエクスペクテーションズの合意。ということで、ちょっと見ていきたいと思います。まず、 アラインメントモデル、これは、えー、とソフトスキルをハードデータにつなげるということで、ジャック・フィリップスさんのセッションですね、やっぱ人気で多くの方が見に来られたんですけれども、えー、アラインメントつなげていくモデルとして、左側、そもそもなぜ研修やるんですかと、その利益であったりとか、あとビジネスのニーズがあるよねと。で、それに対応するのが ROI のモデルでいうと、レベル4だったり、レベル5でありますよと。ここちゃんとつなげてこうねって話であったりとか。あとはロバート・ブリンカーホフ先生のインパクトマップを使って、 での説明これはカナダの会社さんだったんですが、ケイパビリティ、まあ、いわゆる研修で向上させる能力がありますねと。でジョブパフォーマンス、職場での、まあ、行動といっちゃいましょうか。それによってのオーガニゼーションのリ,ルリザルツですから、まあ、組織的な成果と、これちゃんとつなげて考えていきましょうねというお話で。日本でもインパクトマップはあの研修評価の教科書でもご紹介しておりますけれども。 全社目標に向けて何を学んでもらうのか、どんな行動を取ってほしいのか、つなげて考える、まあ、連動させていくことが重要ですよねということですかね。で、これはまあ日本での例ということですけれども、新卒社員およびこう優秀な人材を採用して保持するというのが会社の目標としてあるんだったらば、その人事の部門としては離職率の低下を目指していきますねと。そのためには、まあ、新卒であれば新人さんの適応が必要で、それには3つの指標があり、 この指標を満たすような仕事上の行動を、こういうことをしていくと適用につながってきますよと。で、その重要な仕事上の行動を取ってもらうための学習をしていきましょうよ。みたいな研修という人材戦略、人事施策の一つがちゃんと全社目標につながっていくように連動させていきましょうねってお話だったんですね。アラインメント。あ、そうそう。ただあれでしたね。このセッションでは QR コード右側出てますけど、QR コードをこうスマホでかざして、 で、じゃあみんなこのアライメントね、確かに大事なんだけど、実際できてないよねと。じゃあな、何が一番難しいですかと。ビッグゲストチャレンジってありますけど、一番大きな挑戦課題。な何が難しいんですかねみたいなのがあったわけですね。で、みんなこう、パパパパパって回答してるわけですよ。そうすると、まあ300名ぐらいで265名ぐらいの回答がこう入ってますよね。で、見てみると、真ん中が、まあよく出てくるあの言葉ということで、タイム、時間、時間がないねとか、リソーシーズ、まあ資源がないねとか。 あと、バジェット、予算がないね、みたいな感じで。いやー、その事業戦略と人事策の連動、分かっちゃいるけど、時間ないし、資源ないし、予算ないし、みたいな感じで <laughs>、まあみんな困ってるような感じだったんですよ。で、また、これ、L、L&D、ディテクティブっていうのは、まあ、探偵ってことですね。まあ、研修開発の人は探偵みたいに。で メメジャメントミステリーズですから、測定の謎を解いていくんだよみたいな、そんなセッションだったんですけど、それ自体、すごく面白くて、彼の場合は探偵のようにいろいろ情報を探っていくと、情報を探る相手は事業部のマネージャーですよと、参加者が戻っていく、あるいは仕事をしている事業部のマネージャーとやり取りして、謎を解明していくんですよ、みたいな、そんな話だったんですね。 で、えっと、事業部と、まあ、自分、その彼、能力開発担当がやり取りしてメールなんかを示してたんですけども、その中でやっぱり最初に合意しているのがビジネスゴール、事業部として何がビジネスの目標、ゴールなんですかってことを聞いてで、それが分かんないと自分たちも研修組み立てられないですみたいな感じでやり取りをしていてですねで、ビジネスゴールに向けてどんなパフォーマンスがその参加者には求められるのかとか、どうすればそのパフォーマンス 満たすことができるのか、何が障害になるのか等々、まあ、そういうことをこう聞いていくわけですよ。で、どんどん謎を解いていくみたいなことが、まあ、この彼のセッションではあったんですね。まあ、そういった形で、事業戦略と人事施策の連動、アライメント、その方法としてのインパクトマップであったり、ただその、まあ、分かっちゃいるけど、できない理由としては時間がない、資源がない、予算がないみたいなことであったりとか。で、事業部とのやり取りにおいてはビジネスゴールを合意して、 パフォーマンスエクスペクテーションズ、えーまあ。期待されるパフォーマンスについて合意していきました<ー>ということで、そうそう。ちょっとこの話でも出てきたんですけれども、ジョブディスクリプションってありますよね。あのジョブディスクリプション、職務記述みたいなものですかね。自分、どういう仕事をやるのか。それよりも、 それはちょっと抽象的だと、彼ら曰わく。それはパフォーマンスエクスペクテーションズの方がより具体的で、職場でこういう行動を取ってほしいんだよということが明確だから、それを明らかにしていきましょうよ。あるいはそれを事業部マネージャーと合意しましょうよって話でしたね。でただ、このアラインメントについては、日本でもあの人材は伊藤レポートでも出てますけど、ここの部分ですよね。ビジネスモデル、経営戦略と人材戦略を連動していきましょうよっいうのは、今、で日本でも。 まあやってるところもあれば、それを目指してるところもあったりとか、ですんで、珍しいことではないですけど、アメリカ、ごめんなさい、今回1回しかまだ行けてないですけれども、今回の ATD の意図はこれだけ強調されているってことは、逆にできてないからだと思うんですね、できてるんだったらもう当たり前になってるのはそらく言われてない可能性があるので、こうやって何度も繰り返し言われているってことは、彼らも大事だ、必要だと思っていても、できてないから、こうやって何度も出てきてるのかなと思います。 アライメント、重要だけど、できてないんゃなかろうかと。はい、1つ目、れ連動ということですか、アライメント。2つ目が ROI ということで、リターンオンインベストメント。これはやっぱりジャック・フィリップスさんの,そのお仲間の講座が10本の中ですけれども、多かったわけですね、4本。で、ROI インスティテュートの方々でしたので、結論から言うと、測定と評価、今年は ROI が主流でした。その話が多かったんです。 で、何が語られていたのか、4つ取り上げますと、ROI を取るべき研修、ROI プロセスモデル、ROI の事例、その場で ROI。まずこれ、先ほど取り上げたジャック・フィリップス先生の、えー、セッション、ソフトスキルをハードデータにつなげていくって中で、インパクト、まあ、レベル、彼らの言葉でレベル4の評価とレベル5、ROI を測定するにふさわしい適切なプログラム。 の特徴ってあるよねって話、要は全部取る必要ないですよ、ROI とかは。ただ、例えばコスト面であったりとか、その先のつながり、連携であったり、えー、戦略目標との,その関連の重要度であったりとか、あとトップエグゼクティブ、まあ、経営陣がどれだけそれに興味持ってるかとか、あとはプログラムを見える化の程度であったり、ターゲットオーディエンス、受ける対象者がどのくらいいるのか、そのサイズ、量,量ですかね、数とか。 あとは、時間がどのくらい使われるのか、そんなことを含めて、全部じゃないんだけど、こういうプログラムとか研修には ROI 取ったはいいよね、みたいなことを話されているわけですね。で、その取るための方法論、プロセスモデルということで、まあ、彼らは今、この4つのフェーズのを提示しています。これまたちょっと後で見ていきます。こういうプロセスモデルですが、メソドロジープロセスモデルということで、1990年代に日本で紹介されたときは、こういうプロセスモデルだったんですよ。 データ収集があって、トレーニング効果を識別、まあ、この後見ていきますけど、アイソレーション、単独効果を見ていく、でそれをお金に換算すると、こうだよねっていう風にして、ROI 算定していくとい、こういう流れが日本では紹介されているんですけれども、今はこちら、ROI、メソドロジープロセスモデルっていうのがあの主流というんですかね、そういう風に彼らは紹介しております。他の方々、まあ、ROI インスティュートの卒業生でしょうかね、そういう方が同じようなこのプロセスモデルを使って説明されていらっしゃいました。 これはトップリーダーシップディベロップメントプログラムですから、まあ、その上の層のリーダーシップ開発、まあ、プログラム、研修なんで、やっぱさっきので言うとす合ってる、そういうのは ROI 取った方がいいよねっていう、お金もかけてるし、トップの注目度も高いしって、そういう研修の事例で、4社ぐらいが紹介されていました。その4社すべてがこの4つの4フェーズのモデルを使って ROI を測っているというものでしたね。例えばこれで言うと RO、ROI が1620%ですよと。 大したもんじゃないですかっていう話であったりとか、あと上に出てるのが BCR、ベネフィット・コスト・レーションということで、便益費用、まあ、分析ということでしょうかね。え費用に対してベネフィットが17ありましたよみたいな、17倍の効果ですみたいなことでしょうかね。であったりとか、これなんかはですね、ROI21.19%、でまあ、さっきのね、この1620%に比べるとこう控えめな数字なんですけど、こ,この人ですね、まあ、自分で言ってたんですけど、これ、取った研修というのが、 右の上の方ご覧いただきますと、US パテントトレードマークオフィスとなってますんで、いわゆるアメリカ合衆国商標登録みたいな、なんかそんな感じの、まあ、いわゆる観光庁ですねあの、税金使って運営されているな、そういう省庁なわけですよ。 それなんで、あんまり ROI 高くてもしょうがないし、まあ、ベネフィットコストで言ったら、1のコストかけて1.21だったら、ほぼトントンちょいだから、このぐらいがいいんだよね、みたいな感じですね。あんまりこう、なんかこう、ベネフィット出しすぎてもしょうがないみたいな、まあ、そんな話をされてます。ただそういう観光庁とか省庁でも ROI を取ってるってことですね。で、こちらは、えー、オイルとガス会社での事例ということで、ROI167% であったりとか。 あと、ここはなんだけあごめんなさい、どこの会社さんか忘れますけど、まあ、97%の ROI。なんで、ROI を出してるわけですね。で、これ説明されたのが、ジャック・フィリップスさんの奥様のパティ・フィリップスさんだったんですけども、その中で、この金銭的価値っていうと、まあ、こういう数字が出てきますねと。76万2393ドルってことですかね。で、これ出てきたときに、ちょっと個人的には、あれ、ここってど,どういうことなんだろうなと。コントリビューション。 では貢献度合いっててことでですすけどこれがパーーセンテージで出てますねとでコンフィデンスっていうのは自信とか確信の度合いってことですけど、それがまあ70%から80%ぐらいと出てると。これってこういうふうに出てくることは多分主観なんじゃないかなと。そのどれだけ自信があるのか、まあ、8割ぐらい自信がありますよっていう、まあ、本人たちの主観でしょうし、コントリビューション、貢献の度合いもまあこのくらいじゃないかってことであれば、これも主観だろうから、なんかそれって。 それでなんかこう客観的に通知化っていうとなんかちょっとどうなのかなと、これを聞きながらは思っていたんですね。思っていたんですが、後でちょっと謎が解けました。これまた後で触れたいと思います。そう、それがここですね。<laughs> そう、ここ、これですね。このセッションはよかったですが、ちょっと、ちょっとコーヒー飲ましですそうそうそう。あの、クラウドソーシング YourWay というトレーニング ROI と。 取るのが大変、測定するのが大変なものをクイック、素早くやりましょうみたいな感じで、これ、そういえばあれでしたよ、あの私、4日間 ATD に参加したさ最後のセッションだったんですね。で、最終日の 2, 2時ぐらいか3時ぐらいだかあのかな、テニスのヴィーナス・ウィリアムさんが出てきて、でこうみんなでこうクロージングセッションみたいなのがあって、わー、すごいーみたいなで盛り上がって終わるんですよ。で、終わる直前のセッションだったんで、 もう疲れてるわけですね <laughs> もう。もう10本ぐらい受けてるし、もう最後はこれすっぽかしちゃうかなとか思ってたんですよ。思ってたんですけど、いや、ちょっとこれ最後だし、頑張っていこうってことで、こう、まあ振り絞ってですね、行ってみたんですね。で行ったらよかったですわ。この最後のセッションに参加してなかったら、ATD 今年行っての価値が僕にとってこう半減するぐらい、そのぐらいいいセッションだったんですよ。それ何かっていうと、 その場で ROI を取りましょうみたいな感じで,で、すねこれ、拍手してる女性がいるんですけど、これ、このセッション、1時間受けた時きの、まあ、みんなで出してった ROI が996%だったんですね。どうすごいって、確かにそのぐらい価値があるみたいな感じで、うわーっと盛り上がったんですよ。でそれをちょっと軽く見ていくと、まず、まあ、トラディショナリーで、今まではやっぱり ROI ってとっても大変だよね、トゥーハードですよねって言われてたわけですね。 あの金銭価値に、ね、転換すると、これ結構難しいよねって言われてたわけですよ。言われてたんだけど、まあ、今、これだけ技術も進んでるし、なんかできることあるんじゃないかっていう風に、この人は考えてみたんですね。で、その時使ったのが、このクラウドソーシング、みんなの意見は案外正しいというまあ本がね、日本でも出てますけれども、ここでは、じゃあ、みんなね、今回150名ぐらいですかね、いるんで、みんなでこの会議室の気温をまあゲス、当ててみようと、推定して当ててみようみたいな感じで、また、 その QR コードが出て、スマホでこうやってピコピコやって、みんなで当てるわけですね。でも、まあ、私はいわゆる、あの、摂氏の中で生きてますんで、<laughs> 20、23度とか25度とか、で、彼らはね、歌詞で生きてますかファーレンなんとかみたいな感じで、ちょっと気温も分かんないけど、まあ、いいやってきておと思って、こう入れてたわけですね。そしたら、それがばばばって出てきて、平均値でやったときに、当たってたんですよ。<laughs> <laughs> んかみんなね、アメリカって冷房ガンガンに効かせるから、まあ、大体こんなもんだよなと分かってるかもしれない。それでも当たって、あ、すごいですねってなったんですね。じゃあ、ただこれみんなそんなになんか信用してないでしょうと。じゃあ、2問目ということで、彼がやったのが、じゃあ、新車の平均額、あの新,新しい車買うときに平均購入額いくらかっていうのをちょっとゲスしてみようと。アメリカの新車ですみたいな感じですね。でこれもうアメリカの新車わかんねえなと。 だ日本だったら、まあ、軽自動車とか、あと、バンとかもってるな、まだ200万ぐらいなのかなとか思ってたわけですね。で、まあ、出てきたんで、まあ、適当にこうやってたわけですよ。そしたら、これも、もう、平均でいうと、大体4万7200ドルだそうなんですね、約5万ドルぐらい、まあ、それでも150円計算したらね、750万ぐらいらかなり高いわけです、アメリカの新車って。で、それもその、ね、これ、日本人もいてよく分かんない数字入れてるんですが、平均値で見ていくと、大体やっぱ当たってたんですね。 これみんなおーってなりまして、クラウドソーシング、確かにみんなの意見は案外正しいねってなったわけですよ。で、それでも、ああ、そうだね、確かにそうだって時に、実はこれが r y i の測定でも使えるんですよって話になりまして、えどういうことですかと。こういう4つの質問を参加者にすることで r y i の測定ができるっていうのが彼の主張だったんですね。で、 えっと、このごめんなさい、日本語は私がエイヤーで訳してますんで、そんなに精緻なものではない、ないですので <laughs>、このままやらない方がいいのかなとね、皆さんもし使うとなったらご自分できちんと考えていただきたいんですが、まあ、現状私はこういうふうに訳しました。まず1番、全仕事時間のうちどのくらいがこの研修トピックに関連していますかと。この研修を受けて、受けながら、この、例えばこれで言うと ROI ですから、まあ、自分の仕事上、まあ、ROI って結構大事になってくるな、みたいな、このくらい関係してくるかな、みたいなことで、パーセンテージで答えていくんですね。まあ、こんな感じのパーセンテージで答えていきますよと。いわゆる 関連度、研修と自分の業務との関連度を聞いてるわけですね。これが高ければ高いほど、あのそのトピック、研修は仕事にとって重要であるというふうに考える。で、2番、じゃあ来年1年経ったとき、どのくらいあなた、のこのトピックに関して向上してると思いますかまあ、これも主観になりますけど、1年経ったときに、じゃあこの r o i に関して、今自分は何パーセントぐらい伸びてるんじゃないかな、みたいなことを、こうやってパーセンテージで回答してるわけです。で、3番、じゃあ、そのね、来年このぐらい伸びてるって言ってるあなた、 から見た時にどのくらいこの研修、今受けているこの研修がその向上に影響していると思いますかと。まあ、確かに結構インパクトあるし、まあ、このぐらいじゃないかなとてことまたこうパーセンテージで答えるわけですね。で、最後、じゃあそうやってね、パーセンテージで答えてきますけど、その見立てにどのくらい自信がありますか。自信、うーんまあ、まあ、そうだね、今のちょっと雰囲気盛り上がってるのもあるけど、まあま、あこんなもんかなみたいな感じで、パーセンテージ答えるわけです。 で150人ぐらいのの平均値のパーーセンテージが出てきますねとでこれがさっきのここのわけですね、まあ。パティ・フィリップスさんがこの取り方をしたわけではないと思うんですけれども、ここでいうコントリビューションが、まあ、3番ですよね。その研修がどのくらい貢献、まあ、影響しているのか。まあ、主観ですけれども、それがクラウドソーシングでみんなのを見ていくと。で、コンフィデンス、えー、っと自信、確信度合いということで、まあ、あなたはどういうふうに考えてるんですかと私は私で入れました。で、みんなみんなで入れて、平均値が出てきますねと。 で、このコンフィデンス。じゃあ、の時はちょっと、これね、最初聞いた謎だったんですけど、まあ、主観ではありますが、みんなの主観がある程度正しいとするならば、もしかしたら客観的なのかもしれないなというのを、ちょっとこの最後のセッションを受けて感じたことではあったんですね。で、こういうのが出てくると、みんなで聞いて、で、クラウドソーャはパーセンテージ出てきますねと。で、その手前に、アベレージアニューアルサラリーですから、参加している人の、えっと、年収ですかね、どのくらいの給料もらってるのと。 で、何人、そういう人たちが、この平均値で何人いるんですかそしたら、このぐらいのお金取ってる人たちがこの場に集まってますよね。で、その人たちがこのぐらい貢献して、その確信度はこのぐらいだってパーセンテージ出してくれてるので、それを掛け合わせると、ここでいうこういう金銭的な便益が出てきますよ、とこの話だったんですね。なるほどね。じゃあ実際、エクセルで入れてみましょう、みたいな感じで、e x c で入れてってですね、で ROI、コストに関して言うと、この ATD の参加費が、 まあそれぞれ違うんですけど、私はいわゆるグループで行かなかったんで、個人で出してる、まあ、2000ドルぐらい、30万ぐらいですかね、であったりとか、あとは、えっと、移動代、飛行機、まあ、海外から来てる人もいれば、アメリカ国内から来てる人もいるんで、大体こんなもんだよね、平均値を出して、あとホテル、3泊ぐらいするとこのくらいだよね、みたいなコストを出していくわけですね。でそれと、さっきの便益が出てきたもので、ROI を計算したら、 契約 96%! って出たわけですよ。ドアってなってですね。まあ、1時間のセッションの最後のやっぱ15分ぐらいで、彼は15分でやるって宣言してて、その通り出てきたんで、みんなドうーって感じになったのが、この最後のセッションだったんですね。その場で ROI。で、これ受けてですね、まあ、これ受けるまではあの、まあ、ROI、めんどくさいし、なんかやりたくないなと。で、結構ブツブツ返ってたわけです。ROI は日本には合わないんじゃないかとかこう言ってたわけですけど、これ受けちゃったら、いや、でもこうやって出せるんだったら、 ちょっと考えた方がいいなということで、少し考え今変わってます。また後で <laughs> お話しますけども、その場で ROI のインパクトはでかかったですね。まさにインパクトがありましたよ。はい、そんな感じで、えー、主に語られていたことの2つ目は ROI に関してでした。ここで30分経ちましたね。あの、誰からも <laughs> コメントや質問のチャットがないんですけど <laughs> あ、でも大丈夫です。<laughs> ちょっとコーヒーいただきます。 じゃあ、皆さんも気,が気楽に聞いてください。はい。じゃに語られていることを、今、二つ目、ROI についてご説明しておったんですけれども、三つ目、ファン、イージー、インパクトフルということですね。これは、あの、例えば先ほどのクラウドソーシング、まあ、私が衝撃を受けた、その場で ROI、やつもまさにクイックリ、まあ、はさばやくやろうみたいな感じであったりとか、あとは、イージーや、より簡単に、で、more fun ですより楽しく、で、ファースト、早く、フューリアス、 なんか燃えるような感じってことですかね。で、ファン、楽しくやろうぜ、みたいな感じ。あ、誰かがありがとうございます。ああ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。まあ、後半はじゃあ、ビデオで見ていただいてですね。ありがとうございます。はい。で、そんな中で、そうそうそう、こんなのがあって、あと、あれですね。インパクトフルコミュニケーションって言葉が使われておりまして、えっと、この言葉要はインパクト、経営陣とか示すけどインパクトがあるようなコミュニケーションに取っていこうね、みたいな話だったんですよ。 まあそんな形で、ファン、イーズー、インパクトフルっていうのが語られていてですね、これ、ちょっと無理やり詰めげちゃってますけど、研修評価を楽しく簡単刺さるものにっていうのが、まあ、我々が目指していることなんですね。なんで、でファン、イーズー、インパクトフルですから、まさに楽しく簡単刺さるものにということで、まあ、ATD24、ヨーロッパ、アメリカもそっち方向に行ってるんじゃないかなと。で我々の向かってる方向は、 間違ってないしもしかしたら一歩先行けるかもしれないけ <laughs> ど、ちょっと調子に乗ってますけど <laughs>、そんな感じで方向性としてはやっぱりこっちかなと、難しく考えずに楽しく簡単ささるものに役立つものにしていく必要があるのかなというのを改めて感じました。ということで、主に語られていたことについて見てまいりました。じゃあ、皆さん疲れたと思いますので、ちょっと伸びてきます。<laughs> 私が疲れた <laughs> ちょっと伸びてですね でもう後から帰ってくる人はいないと思うので、うちの奥さんにもさっきあ席を外してもらいまして。はい、じゃあですね。じゃここまで主に語られていたことについてお話してきましたので、その一方、あんまり語られていなかったことってもあるわけですね。まあ、参加したの10本だけですから、他のところで、ね、語られていたかもしれないですけが、すみません。私には見えてこなかった。というのは、 やっぱりこの業界、研修業界で、まあ、25年ぐらいやってまして、で研修の、まあ、定義と評価を専門にしておる中で、こう,こういうことについては ATD で語られてるんじゃないかなという期待を持って行ったところもあるわけですね。ところが、それがほとんど語られていなかったというのがあります。だから逆に言うとあんまり注目されていないのか、ちょっと理由はわからないんですけれども、あまり語られていなかったことが4つありました。 トランスファー、ワークプレイス、社内データ、RCT、実験モデルと。このあたりについては、ほとんど今回の ATD24 では語られておりませんでした。まずトランスファー、まあ、転移ってことですよね。転移については、やっぱこう参加する前に、こう、プログラムがいっぱいあるんで、自分が興味あるのを探して、で、こう、どんどん、なんでしょう、保存していくような、そのアプリみたいなのがあるんですよ。で、私はまあ、測定と評価中心でしたけど、まあ、トランスファーってのも、 検索で入れてみるわけですね。そうすると、トランスファーは2件しか引っかからないわけですよ。で、えー、っと、1つはブースト・ユア・プレインフォトランスファーメイク・ライニング・スティックってことですから、なんか脳を燃やして、で、学んだことをスティックくっつけろみたいな感じで面白そうだなということ。これは1個参加したんですね。で、もう1個のやつはちょっと他に参加したいのと重なっちゃったんで、まあ参加しなかったんですけども、トランスファーに関しては2つだけ。えー、メーションできたのは2つだけでしたと。 で、その参加したブレインの方、まさにトランスファーっていうのがテーマで出てきたものなんですけれども、えー、っと、これはですね、研修後の転移度を測っている中で3つのグループ、グループ1、グループ2、グループ3と分けて、グループ3の実践度が非常に高いというものだったんですね。で、それはなぜかということで、それはこちら側、いわゆるアクションプランが非常に具体的だったと。いつ、どこでやるのか、そのどの日でい タイムどの時間、でプレイス、どの場所でその行動を取るのかまでをしっかり書いてもらったグループはやっぱり実践度が高かったということなんですね。つまりアクションプランをすごく細かくいつどこでまで書いてもらうと現場での実践度、転移度が高まるということだったんですよで。これはなるほどねと参考になりますねって1つ転移に関する知見が得られました。で2つ目はえー、っとですね。 まあ先ほどのインパクトフルコミュニケーションっていうのを提唱していたカナダの会社さんだったんですけども、ロバート・ブリンカーフさんのインパクトマップを使っているところですね。その中でポップクイズって感じでクイズがありまして、えー、っと、スイートスポットっていうのなんかテニスとかでこう、なんでしょう。パーンって当ると飛んでく。なんか芯を捉えるみたいな感じでしょうかね。そういうものがあると。研修、転移を促進していく、ドライブしていくスイートスポットがあるんだけど、それはどこで起こると思うみたいなクイズだったんですね。 え、before トレーニングですから、研修前。d u ア r i n g トレーニングですから、研修中。で、immediate リフォローイングトレーニングですから、研修が終わった直後。で、四つ目が、several weeks following トレーニングですから、研修終わって数週間後だったわけですよ。みんなどれですかで、私は、まあ、研修定位、まあやっていて、だいたいこう、1ヶ月から3ヶ月後に定位の実践度、アンケートだったらどうですかってことを言ってるので、まあ、これで言ったら数週間後かなと。だ4番、4番ってこう、手挙げてたわけですね。そしたら、あ、なるほど、いろんな意見ありますね。 我々の実証研究ですと、こうでしたっていうのが出てきたのが、こうだったんですね。イミディエイトリーフォローイングトレーニング、研修直後の働きかけが転移を促していたってことだったんですよ。で、じゃあ、研修直後は何,何するんでしょうねって言ったら、こういう問いかけをしなさいさっきのインパクトマップで言うと、最終的なオーガニゼーショナルリザルツ、組織成果につなげる、そのためのジョブパフォーマンス、仕事上の行動が必要ですよね。 で、ケーパビリティのまず研修受けました。その研修受けた直後に、こういう4つの質問をされたらどうですかと。えっと、なんか、アテンプティングアプリケーションですかなんか、適用、やってみたなんか、試してみたって質問だったりとか。あと、エクスペリエンシングサクセスから、なんか、成功、なんか、経験あったとか、なんか、うまくいったことあるみたいなことだったり。で、オブスタクルズですから、なんか、難しさとかあるとか、障害あるみたいなのを聞くと。で、サポート・ニーディットですから、なんか、必要な手助けあるみたいな感じで、そういう、 4つの質問を研修直後にサーベイ、あのまあ、アンケートを取ったらいいよみたいなことを進めてくれたんですね。では、なるほどねと。まあ、確かにそのぐらいだったら簡単だし、研修直後に関連度、有用度、自己考慮感聞くって、直後アンケートもあるけども、その,そのさらにあと、研修が終わって、ちょっとしてから、イミディエイトリフォローイング、トレーニングですから、ちょっとしてからこういう4つの質問をするのもありかなと。そうすると転移が促されますよと。でただあの、この2つ。 アクションプランを具体的にいつどこでまでであったり、こういう研修直後に4つの質問、サーベイで投げかけるっていうのは、まあ、結局のところ、個人に対する働きかけなわけですね。受講者個人、本人に対する働きかけであると。でそうすると、私としては聞きたかった、ワークプレイス、職場、その研修学んだ個人に対する働きかけが確かにいっぱいあるんですけれども、この人が帰った職場に対する 働きかけて何かあるのかなとそういう期待もあっていったわけですが、ここはほとんどやっぱり語られてなくてですね、職場に関して測定と評価の領域ですと、まあ、カーク・パトリックさんが、カーク・パトリック・モデルというのをあの提唱されていて、その中に、えーっと、レベル3のビヘイビア、行動というのは職場で起こるものだから、そこではこういうものが。 必要とされますよって、リクエイドドライバーこう促進していくためのコモが必要ですよってことを提示されていて、その中でサポート、支援と説明責任を果たすためのものみたいな感じで、励ますためのコーチング、メンタリングとか、認めるであるとか、あとは OJT なんか言葉もありますよね。こういう職場での行動が必要だっていう、このぐらいしか逆に言うとなかったんですよ。ワークプレイスが話題に出ているようなもの。 なので、あんまりここ、今年の ATD24 では語られてなかったのかなというふうに感じました。で、3番、社内データ。ということで、これはそうですね。例えば、あ、そうそう、これは、えっと、ビッケース、そう。 ラーニング、学習効果を測定する際の一番の難しさ、ビッグエストチャレンジ、大きな課題、挑戦課題って何ですかって問いだったわけですね。で、このみんな QR コードでこう入れていくわけですよ。アンケートバーンと答えてこう入れていくわけですけど、そんな中で出てきたのがデータだったわけですね。で、アクセスというデータ、データそのものであったり、データへのアクセス、あと時間とか、その辺がやっぱ時間がないとか、データがないとか、データにアクセスできないとか、そういうまあ難しさがあるってことだったわけですよ。学習効果の測定に関して。 ただ、データに関して言うと、社内データってもうすでにあるはずなんですね。従業員エンゲージメントであったり、360度評価であったり、ターンオーバー、離職率であったりとかで。今回はどっちかというと、研修に関するデータを取っていきましょうと。レベル2だったり、レベル3だったりとかあるんですけれども、すでに社内にあるデータとのつなぎ合わせみたいな、そういうことはほとんど語られてなかったんですね。まあ、もしかするとその いわゆる展示会エキスポですので、そっちのエキスポとかに行ったら、いわゆる HR テック系の会社さんがこういう説明してたかもしれないんですけども、測定と評価の領域においては、研修単体を見ていこうという話が中心で、今社内にあるデータとどうつなげ合わせていくか、研修が例えば従業員エンゲージメントにどう影響を及ぼしたのかとか、360度評価は大体マネージャーの行動を見るものですので、その例えばマネージャーが えー、350度評価を受けて、研修を受けて、次350度評価を受けたときに何か違いがあったのか,とか、そういう話はなかったんですね。ただ、この辺ってね、日本でも ISO30414 とかありますけど、どんどんつなぎ合わせて、あのー、見ていく必要が出てくるのかなと思うので、ちょっとここは期待したほどはあのなかったかなというところですかね。で、最後、RCT、実験モデルということで、こちらについては、えー、と研修評価の教科書でも書いてますけど、も、まあ 研修を受けた群、実験群と受けてない群、統制分、それがあれば研修の効果を単独で見ることができるよねって、アイソレーションって言葉で表現されますけども、実験モデル。で研修評価の教科書だと、まあ、ちょっと手間暇かかるんで、まあ、そこまでやらなくていいんじゃないですかね、まずは実践度を測っていきましょうって、SCM アンケートですっていう主張を、ね、しておるわけですけども、この RCT 実験モデルについても、えー、ATD24 ではほとんど語られておらず、例えばこのアイソレーション、先ほどの研修単独での効果測定手法、 そのっていうところでいうと、コントロールグループを使っているのは34%で、逆に一番多いのが、パーティシパントエスティメイツってことですかさっきの見立てですよね、参加者自身の見立て、この研修によってこれだけの貢献度合いがありましたみたいな、クラウドソーシングでも取り上げた部分ですかね、あとはマネージャーのエスティメイツ、その上司から見たときの見立て、まあ、その自分の部下がこれだけ頑張って行動してくれているのは、この研修の効果だったというふうに、自分は見立てるよみたいな感じ。 あとトップシニアマネージャー、エスティメイツですが、同じようにこう経営陣からの見立て、見立てが多いわけですよね。そうそう。で、あとはそうですね。ご質問いた問いた、クラウドソーシングが一般的に評価する正しいと認識されているのか、ちょっと私も分からないです。あのまあ、ちょっと今後の研,修研究課題かなと思いますしただ、当事者としてクラウドソーシングでその場にいて主観受けた主観的な印象としては、自分だけだったらちょっとなんか本当に自分の主観になりますけども。 150人ぐらいが言ってのクラウドソーシングでのパーセンテージだったので、なんか説得力はありますね。実際どうなのかっていうのはごめんなさい。ちょっと私ではまだわからないところです。で、ちょっと話を戻しますと、そういうエスティメイツ、見立てのもの、で、それをクラウドソーシングでその場でやっちゃおうっていうのは、さっきのその場で ROI の方だったわけですけれども、ここで見ている RCT、コントロールグループについては34%、3割ぐらいしか使われてないという状況でした。で、また、あれですね。えー、っと、80、 7の組織87%の組織が、えー、研修の効果をアイソレート、それ単独で見るのは難しいというふうに考えているという発言があって、これが先ほどの L&D ディテクティブ、その探偵としてあの測定の謎を解いていきましょうみたいな面白いセッションをやった人だったんですけど、この人は,です、ね、要は事業部とのやり取りをするときにもうこういう話を入れ込んでいたんですね。えー、研修単独の貢献度についいては今回提示できないとなぜなとぜら グローバルに同時に研修を行うため、いわゆる実験群と統制群を用意できないんで、いいですよねってこう最初に握っちゃってるんですね。つまり、後から突っ込まれないように、いや今回の研修は短時間にこう、ね、広い地域にばっと展開しなくちゃいけないから、研修受けない分を作ることはできないんで、そういう意味ではアイソレーション、単独効果って見ていくこと難しいから、え了承してねみたいな感じで <laughs> あの、そういうふうに握っておくみたいな形で。 まあこ,こ,でここでちょこっと出てきたぐらいで、あんまり RCT については ATD24 では語られておらず、どっちかっていうと ROI、研修単体の ROI を見ていきましょうよって話が今回は多かったと思いますあ。ということで、あまり語られていなかったことについて4つ見てまいりました。はいじゃあ、今後使えそうなことっていうのが入る前にちょっとコーヒー飲ませていて。 あ、そんなで皆さん、チャット、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、アラインメント。まさにそうなんですね。すべてに乗り越え、やっぱそうだと思いますし。あと、あ、ありがとうございます。そうそうそう。4つ。そうなんですよね。ごめんなさい。AI の話は、ごめんなさい。私も期待してたんですが、あんまりなくて、1個だけ、チャット GPT で、えー、っと、プロンプト、問いかけのを作るみたいなのがあったんですよ。で、人気のセッションで、 300人ぐらい入る部が満員御礼で入れ,入れてくんないですね。なんか、その、もういっぱいだからみたいな感じで入れてくんないですけど、まあ、みんなで無理やり入ってですね、座れずにこう横に並んだりとかして弾いてたんですけど、まあ、でもそこでも、まあ、すみません、私の営業力の足りなさもあるんですが、ちょっとよく分からなかったですし、測定と評価に関して AI 活用してるって話はあんまり出てきてなかったですね。そうそうそう。すみません、ちょっと不勉強なところがあります。で、その中で、今後使えそうなこと。 何があったのかというところでいうと,、えー、っと、私は研修定義と評価専門ですので、研修定義の促進策の枠組みで考えていくと、これは中原先生、島村さん、鈴木さんと一緒の,の研修定義の本ですかね。この中で、えー、横軸が時の流れ、研修前、研修中、研修後、で縦軸がま関係者ということで、研修事講者本人、研修、まあ、これは講師ということですかねで。職場、上長とか、職場メンバーそういう関係者で見ていったときに、 もうすでに分かっていることってのあるわけですよ。先行研究でこういうのはある程度効果があるよね。転移を促すよねっていうのはもう分かっているので、それらがこれらですねと。これまで明らかになっていることとしてはこういうことがありますよと。と。これはもうね、分かっていることですし、もう実践されていることもあるので、まあ、そこに今回 ATD24 で聞いてなんか使えそうなのがあるかなっても探っていったときに、まあ、この辺は使えるのかなというふうに思います。 戦略との連動、これは本当にコメントいただいたように、す、え、べ、ー、てにおいてということですから、ここがやっぱり研修前にちゃんと、この研修はあくまで、ね、人事策、人材戦略が一つだけど、この研修はうちの会社の戦略、こ,のこういうふうにやっていきたいから、この研修を受けてもらうんだみたいな、その連動というのはやっぱり研修単体ではなくて、ちゃんとつながりを考えていく必要があるなと。そうすると、やっぱ受講者も、ああ、やっぱそれだけ真剣、ね、大事なものだったら、まあ、ちゃんと受けようかってなりますし、実践しようかってなってくると思うんですね。研修前の 戦略とととののの連動というのはやっぱ常に考えるる必要があるのかなとでまた、職場っていうと、その戦略と連動してどういう行動をとってほしいのか、期待パフォーマンス、ジョブディスクリプションよりもより具体的な、こういうパフォーマンス、あるいはこういう行動をとってほしいんだよねってことを上司とまあ合意しておく、まあ、さっきの事例でいうと、事業部のマネージャークラスってことですけれども、そういう方と合意しておくことであったり。で研修中っていうと、トランスファー、ブレインこう スティックさせろみたいなやつですね。あれで言うと、アクションプランをより具体的に、じゃあ、それ、いつ、どこでやるんですかまでをちゃんと書いてもらうと、実践度合いが高まるっていうことは、新たな知見でしたし、あと、研修後、えー、数週間後とか数ヶ月後の、この l んのリバインドではなくて、その手前に直後のサーベイを行うと。なんか、使おうとしてますかとか、なんか、成功体験ありますかなんか、障害とか難しさありますか かかできることありますかみたいな4つぐらい聞いてあげるだけでもその後の転移が促されるところもすごくああなるほどなっていう、まあ、簡単にできることなんですねいい知見だなというふうに思いましたで最後がこの枠外になりますけれどもこういう研修を単体で見たときにどれだけ ROI が、まあ、あるのかっていうその測定の部分はこれは、まあ、今後考えていく必要があるのかなと思いましたはい今後使えそうなことということで研修転移の促進策、まあ、先行研究に加えて、まあ、こういうことも 使えるのかなというふうに、と、えー、いうのを挙げております。はい、今後使えそうなことということですね、見てまいりました。じゃあ、最後、クロージングということでですね、これ、ありますねと。まあ、私は行ってこういうことを得られたんでよかったですし、ぜひ今後ね、いろんな会社様でお手伝いしているところでは、こういうことを実践していきたいんですけれども、自分自身のですね、今回の課題としてですね、ちょっと待ってくださいね。 これですね、ROI の測定、まあ、これ、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、大変ですし、なんかそこまでやんなくていいやとか、だからこの研修評価の教科書でも、まあ、ROI は、ローを多くしてエキスクなしですねと、でこれはあの私の言葉と受け取っていただいて結構です。中原先生とか、昭和さんとか林さんではなくて、私が思ってることですので、もうこれはあの私の責任というふうにお考えいただきたいんですけども、まあ、やっても大変だし、あんまり意味ないんじゃないかなみたいな思ってたわけですよ。 でも、それも、ちょっと、逃げだったのかなと思ってましてですね、大変なんでやらないで、やらない言い訳とか理由をちょっと立ててたんじゃないかな。だから最後のセッション、その場で ROI を受けるまでは、もう逃げまくってるわけですね。こんなん、こんなん大変ならやめた方がいいと。日本に会わないとういろいろブログでも書いてたわけですけど、最後に受けて、いや、そんなことないかもな、というふうに、こう、ちょっと逃げずに、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、みたいなですね <laughs> あの。ちょっと向き合ってみようかと、あの今考えておりまして、この ROI の測定。 に、まあ、向き合おうと決めましたで、どうするのかってことですけど、<laughs> えっとですね、そうなんですで、えー、っとジャック・フィリップスさんたちの,その RI インスティテュートについて調べてみると、まあ、こんな感じでこう、学習のものがいろいろあったんですね。で、まずオンデマンドの動画教材っていうのが197ドル、まあ、200ドルぐらいなんで、まあ、150円計算したら3万5千円ぐらいですかね。まあ、そのぐらいの、いわゆるこう入り口商品があったわけですよ。 でまあ、一番本とかもいろいろあるわけですけど、まあ、ちょっとこの動画いいなと。でかつ、8月の末にオンラインワークショップだったんですねで。オンラインワークショップ。うんしかもこれ、あのこれ日本時間にしてるんですけど、彼らの方で言うと29日の朝9時から3時ぐらいまでの6時間なんですけど、日本時間で言うとまあ夜中なわけですね。全くの夜中。どうしようかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだということで、あのこれさっき買いました。こちら、動画教材。 えー、買うとですねこんな感じで、私の方のライブラリーみたいな感じでブー、ブートキャンプ、ビリーズブートキャンプみたいな感じですよね。この初心者向けの、まあ、ものがありまして、まずこういう動画。これは、えー、ジャック・フィリップスさんじゃない方が、えー、講師をされていて、レッスン1からこうわーっとあったですね。で、5時間分ぐらいあの動画講座があるみたいなんで、まあ、これちょっと受けようと。で、受けて、その後このワークショップ。そうすると、ね、いきなり、まあ、 バーチャルとライブのワークショップをのきついじゃないですか。しかも英語だし。なんで、まあ、ある程度動画でちょっとこう予備知識を得てからあ参加しようかなと。で、これも6時間300ドル。カチャカこっちってしょポチを。ポチっ <laughs> としちゃったところですね。まあ、こんな感じであのライブのやつがありますで、これも研修前、研修中、研修後みたいなフォローがあるそうなんですけれども、まずこれ受けてみようということですね。8月末。 まあ子供たちも夏休みの宿題でヒーヒー言ってると思いますが、私もヒーヒー言おうと思ってましてですね。まあ、そんなわけで、えー、っと7、8月にこの動画で学んで、で8月末にオンラインのワークショップを受けて、でこの先も3000ドルとかそういうコースがいっぱいあるんですね。数十万かけてなんか受けてくださいみたいなのがあるんですけど、まあ、そこまで行くかちょっとわかる。とりあえず入り口、ROI、あのその場で ROI のインパクトが強かったので、まずね、あそこまで行かないかもしれませんが、ちょっと基本的なことを抑えていこうな。今までごめんなさい、逃げてきた ROI に 向き合おうと決めたのが今回の ATD24 の私にとっての一番のなんかこう成果ですかね。ただ、一番の不安は夜中なんで、私寝るの早いんです。大体8時、9時に寝ちゃって朝はああ早く起きるんですけど、もう普段はこうお眠りタイムなわけですよ。なんで起きてられるのかとか、起きられるのか問題がありまして、よかったら。 一緒に参加しませんかとかですね, <laughs> あのね、皆さんの自腹を切ってもらうことになりますけど、まあ、そしたら一緒に日本人2人か3人で一緒に受けたら、それはそれで、お、な日本人頑張ってるねってなるかもしれないですしおお、起きてるように励まし合いながらで、意識が飛んじゃった時もね、誰かが起きててくれたら、なんだかなるかもしれないので、まあそういう意味でですね、あのまあ、もしご興味ある方、共に学び、ROI、ことはちょっと逃げずに向き合うぞーということですね、<laughs> 無理ない範囲でご検討いただけたらと思います。 はい。ということで、ATD24 参加報告、研修のとあ測定と評価に関してご説明してまいりました。まだちょっと時間があるんでですね。どうでしょうなんか、えー、チャット、コメントとかですね。あ、はい、ありがとうございます。10日に何かあればとか、まあ、コメントいただけたら、ね、嬉しいですし、そう、まあでも、行ってよかったですわ。はい、そう,そうそうそう。やっぱ学びはありますね。で、あと、あれですね、余談ですけど、 あそう、よらん言ってられたり、なんかチャットにコメントを <laughs> 入れていただけると、まあ、質問でもいいですし、なんかこういうのは参考になりましたのでもいいし、なんかこう、言葉の <laughs> ご褒美を <laughs> いただけたら、<laughs> あ、だ、このダメだでもいいですよ。ここはちょっとわからんなでもいいですけど、なんか,なんかねいただけたらあれですね。そうそうそう。そう、でも今回、まあコロナもね、開けて ATD24 っていうことでいこうと思った。 理由の一つは、あのちらっと申し上げたかもしれないですまあうちの妻と、えっと、30年前にそのニューオーリンズのすぐ隣のミシジッピー州の大学を卒業しているんですね。1990年代、自分たちが20代の頃まあそこに入って卒業しているんですけど、まあ、その近くのわけですよ。まあ、車2時間ぐらいで行けるんで、いや、これはいいなと。昔、2007年か8年の当時の ASTD がアトランタだったんですね、ジョージアのアトランタ。 で、そっちもアトランタだったんで、あのミシッピまで、まあ近いって言っても2つの州ぐらいまた入り組んでいで行くで結構多かったんですけど、まあその時は子供たちも連れてですね、行きまして、で、当時から15年ぐらいね、経ってましたけど、大学もすごく様変わりしてて、自分たちが卒業した大学はすごくまあ発展してたんですね。で、110周年を迎えていて、なんかこう、大学もすごく大きくなって、大学街みたいに発展して、街そのものもすごくあのお店も増えてたりとか、 あとダウンタウン、下町って当時は、まあ、おっかないから行くなって言われてたんですね。日本人行ったらやばいみたいな感じで言われてて、あんまり行ったことなかったんですけど、今年はそっちで子供たち向けのなんか、あのーまあ、美術活動みたいなのがあったりして、見に行ったんですけど、すごくダウンタウンもなんか活性化してて、おっかなさなんかなくなっててです、ね、明るい雰囲気に変わってたりとか、なんかこう、いいですよね。あのーまあ、ミシッピってアメリカの田舎なんですけど、ああいう田舎が。 お元気な様子とかだと、ね、逆に30年経って行ってみたら、すごい錆びれてて、大学もなくなってましたっていうと、ちょっと寂しいんですけど、まあ、そんなこともなくて、すごくね、ATD も良かったんですけど、そういった自分の大学、卒業した大学を行けたのも良かったですし、あと、ね、私たちは地域で、引ききを、まあ、大学をメタファーにした企業支援活動しておるんですけれども、まあ、引き起を大学も、100年続けていくために、どうしたらいいんだろうなってのを改めて考える機会にもなったので。 すごく良かったですね。そうそうそう。で、ニューオーリンズなんかはね、2005年に水害の被害があって、こう、一度町が、こう、ばーってね、水に飲まれちゃったみたいな、そこのかな、まあ、復興して、で、起業家の町みたいに今なっているので、ニューオーリンズ自体からもすごくね、勉強になりましたし、そうなんですよ。そうそう。おいつの間にかチャットにいっぱいありがとうございます。チャットに皆さんちゃんと書いてくださってますね。<laughs> ちょっと待ってね。えー、っと、チャットありがとうございます。ありがとうございます。えー、っと、 あ,あ,あれ出す、ね、いやいやいや。ねえ、どうなんでしょうね、ROI。まあ、ATD 見てる限りは当たり前のように、なんか、みんな出してる感じでしたね。で、そうそうそう。えっと、ISO30414 関係で言うと、うなんだっけな、なんか、それとは別の世界系、あのダボス会議やってるようなところ、なんとかフォーラムってあるじゃないですか。あそこの方の推奨の指標の中に ROI が入ってたりしているんですね。なんで、もしかすると先々は確かに。 なんかこう、あるのかなとか。ああ、Q、は、えっと、この段階。これはですね、今回ごめんなさい、私の方では聞いてないですね。もしかしたら出てたラーニングサイエンスの方、学習科学の方ではあったのかもしれないですけど、測定と評価では出てきてなかったですし、出てきてなかったですね。いやいやいや、そんな、ありがとうございます。専門を掘り下げて学ぶ姿勢、みんな学んで,学んでいきましょうみたいな感じですかね。 あ次あど,うどうぞどうぞ、そう、あっ、女バンド受けてくださいで、ね、まあそう、私も起きてられる自信がないんで <laughs>、そこを助けてほしかったんですけど、まあしょうがないですね。で、あそうそうそう、これですね、ROI、e、出したら出したら、本当にそうなのと、突っ込まれそう。で、あ、そうなんですよ。だこれも、あのー、そのね、日本には合わないんじゃないかって言ってる中で、今回、特に触れなかったんですけど、彼らも、要は食べていくために ROI、e、出す必要があったんだよって人もいたんですね。 っていうのはもう人材開発担当者として雇われてます。で、研修お金かけました。それなりの成果を出さないと、なんちゅうかこう、認められない。で、下手したらこう、クビになっちゃってもおかしくないわけじゃないですか。なんで、食べていくために俺らは ROI 出さなくちゃいけなかったんだってことを述べてる方もいたんですね。で、そのくらいの切実さは多分、日本の方には、まあ、今のところはないとは思いますし、あと私自身は今回 ROI をまあこれから学んでいく中で、研修単体、この研修のおかげで、この研修でこんなに 便益ありましたよ、よかったですよっていうのは、なんかちょっとこう、おこがましいかなとかですね <laughs>、あの、転移のところでも述べてるんですけども、研修単体の効果っていうのもやっぱりいろんな方々、その職場の情緒の協力だったりとか、本人の頑張りだったりとか、あと使用お客様の状況で、いろんなことがかみ合わさって初めて成果とかって出てくるので、それで研修単体 ROI こうでしたよって、あんまりあの言うのもどうかなって思ってるとこが正直あるんですね。ただ、出せるんならで できないからやらないよりも、できるからやらない。あ、じゃあ、できるけどやらないって言われるかっこいいじゃないですか。<laughs> なんで、まあ、とりあえずやりながら、あと、ガンガンに ROI を出すんじゃなくて、要はドヤ顔で、いや、今回の研修の ROI こうでしたよってドヤ顔じゃなくて、控えめ ROI みたいな感じで <laughs> あの、聞かれたら出しますと。まあ、控えめに言っても大体このぐらいの ROI が、まあ、あるんじゃないでしょうかぐらいな。控えめ ROI っていうのを、まあ、先々はちょっと、 あの考えていきたいなと思っているので、まあ、そのためにはまあ自分が、ね、きちんと学ばないといけないですからそう、あんまりドヤ顔で言うと突っ込まれると思うんでですね、あのーまあ、そんな感じで、控えめ ROI。<laughs> ちょっとね、まあまだもうちょっとごめんなさい、もうちょっと勉強してから、あのー、考えていきます、はいお。ありがとう。非常に分かりやす。楽しい。ありがとうございます。そんな言っていただけると、あのもう言葉のご褒美をいただきます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい、ということで。 えー、14時28、9分ぐらいになりました。今回、ご参加いただいてですね、えー、ちなみに、次回もこういう無料セミナーを予定しておりまして、今度ちょっとテーマ変わるんですけれども、来月ですかね、7月の17日の午後、えー、またズームで、増田正之先生という方と、えー、ゼネラリストの人材育成能力開発という書籍をこの増田先生が出されていまして、彼の博士論文を書籍化したものなんですね。非常に面白い本でしたし、 あのね、日本のジョブローテーションで、ただ最近はね、ジョブ型採用であったり、あとは若い方、ね、新卒の方に初任給高めに出してとか、そういうのがあったりとか、スペシャリストとして育っていくっていう時に、まあ、20代の若手をどう育っていくのかとか、30代、40代になった時のキャリアをどう考えていくのかっていう時に、増田先生のこの本であったり、増田先生とのこの原交換ですごく参考になると思うんでですね、まあ、そんなセミナーも、まあ、次回は行いますので、また皆さんでご案内しますので、もしご興味ある方いらっしゃるですね。 ご参加いただけたらと思います。はい、ということで、ATD24 参加報告、研修の測定と評価に関してを終了したいと思います。えー、じゃあ、もうちょっとしたら録画切りますんで、この録画を後ほど YouTube の、えー、公開に上げて、えー、見逃し配信の方にお送りしますし、皆さんにも、まあ、復習用にご覧いただけたらと思います。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。それでは、あじゃあ、皆さん抜けていただいて大丈夫ですので、それではさよなら。<laughs> あ,あ,ありがとうございます。どうもありがとうございました。あの皆さん抜けていただいて大丈夫ですので。はい。じゃあ、私の方もそろそろ切りますね。どうもありがとうございます。じゃあ、失礼します。